どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。え、本日はですね、えー、ちょっと、話が重複してしまう話なんですけども、2019年、19、えー、0月現在で、プライオティパスを1年間ね、無料で維持する方法ということで、話していきたいと思います。まあ、プライオティパスね、皆さん、あの、知ってるかと思うんですけども、こちらですね。プライオティパス。まあ、あの、 じゃラウンジのパスとなっておりまして、まあ、これとね搭乗券があるだけで、まあ、LCC を利用した際にも、えー、ラウンジが空港にあるラウンジが利用できるということで、まあ、あのできればね皆さんも無,無料で、ね、維持したいと思うんですけども、まあ、今回はねあの2019年10月現在は、えー、1年間無料で維持することが可能ですでクレジットカードはねこちらですね セゾンアメックススプラチナビジネスカード、えー、私のチャンネルでもですね何回かこの、ね、クリットカードを、ね、紹介させていただいてるんですけども、まあ、今回はねプライティパスにフォーカスした話をさせていただきたいと思うんですけども、えー、こちらのプライティパスは、えー、先ほど言った通りラウンジに入れるカードとなっておりましてでこのセゾンアメックスプラチナビジネスを発行すると無料で 発行することが可能です。で、こちらのセゾンアメックスプラチナビジネスカードは、もともとは年会費2万円かかるクレジットカードなんですけども、今ね、えー、初年度年会費無料キャンペーンを11月の末までね、やっておりますんで、まあ、視然的にこちらが無料で発行、ま、あ1年間ね、初年度年会費無料なんで維持できる。ということで、 こちらも1年間無料で維持できるっていう感じになっております。で、このセゾン、えー、プライオティパスの、この、プライオティパスにもね、ステータスみたいなのがあって、このセゾンアメックスプラチナビジネスカードに付帯してくる、えー、プライオティパスのステータスは一番上ということで、えー、楽天プレミアムカードとね、一緒となっておりますんで、1年間にね、何回利用しても、えー、追加費用のかからないプライオティパスとなっております。 で、このプライティパスのおすすめポイントっていうのは、やはり LCC を利用したとき、もしくは空港会社の上級ステータスを持ってない方。 は、あの、空港会社のラウンジって入れないですよね。まあ、LCC の時もそうですけども。ですので、そういう時にね、このプライオリティパスがあると、えー、とても便利です。まあ、あの、LCC でももちろんね、登場券があれば入れますし、上級会員のステータスを、えー、航空会社持ってなくても、このパスがあれば、基本的に入れます。で、注意事項が1点あって、このプライオリティパスのね、まあ、あの、おすすめポイントは、今言った通りなんですけども、羽田空港にないんですよね。 羽田空港にない。これがね、残念なポイントなんですよ。東京だと、えー、成田空港しか、このプライティパスで入れるラウンジってないんですよね。ですので、まあ、今後はね、変わっていくかもしれないんですけども、2019年10月現在、今の状態だと、プライティパスで入れる羽田空港にあるラウンジってのはないんですよね。まあ、あの、私のブログとかでね、あの、 プライオティパスで入れるラウンジ、あの、国内のもね、まとめとありますんで、ちょっとね、概要欄に、えー、ブラグの URL 貼っときますんで、もしね、国内の空港、プライオティパスの、ね、ラウンジ見たい方は、ちょっとそちら参考にしていただいて、まあ、結構ありますんでね。で、あの、成田空港には、えー、このプライオティパスのラウンジがあります。で、あの、カルラウンジっていう大韓航空のラウンジなんですけども、まあ、そちらもね、えー、あの、 結構、まあ、結構、うーん。まあ、食事はまあまああって、で、あとね、えー、飲み物はアルコールとかもね、ありますんで、まああの、私、LCC の時にね、その時利用させていただいたんですけども、やはり LCC に乗る時に、まあそのラウンジが利用できるってねやっぱりいいですよね。LCC の時は利用できないしね。まあそこで食事したり、えー、アルコール飲んだりね、することができます。まああの、プライティバースはね、どっちかというと、 海外の方が強いで、強いというか、まあ、海外の方がラウンジが多いですし、ラウンジが充実しているね、印象があるかなと思います。まあ、今回はね、えー、簡単ではあるんですけども、2019年10月現在ですね、セゾンアメックスプラチナビジネスカードね発行すると、えー、プライティパスがね、1年間無料で維持することができます。えー、もしね、持ってない方でも1年間、 限定にはなってしまうんですけども、もうちょっとプライオティパス使ってみたいなっていう方はね、この機会にね、ぜひ発行してみてはいかがでしょうか。で、私のチャンネルでですね、ポイントサイトの案件とかも紹介しておりまして、あの、ANA マイルをね、実際に貯めていく方法みたいな感じでえ、案件紹介も行ってるんですけども、このセゾンアメックスプラチナビジネスカードに関してはですね、ご自身で調べてください。<laughs> あの、 言えないことはね、何個かありますんで、ま、なんでだろうなと思った方は、ちょっとね、ポイントサイトで、ちょっとね、このセゾンアメックスプラチナビジネスカード、ちょっとご自身で調べてもらって、まあ、あったらも、もちろんね、そちら乗った方が、えー、利用条件とかもあると思うんですけども、あの、ポイントはね、もらえますんで、ぜひ一度ポイントサイトで探してみてから、えー、発行することをお勧めします。で、最後にですね、セゾンアメックスプラチナ。 ビジネスカードなんですよね、これ。ビジネスカード。そうなんですよ。本来ね、このビジネスカードっていうのは個人事業主の方とか、まああの会社の社長様、社長の方とかね、向けたクレジットカードなんですけども、あのですね、普通の一般の会社員の方、発行できますんで、ご安心ください。で、なんか特別な、なんか手続きいるかって思うじゃないですか。いりませんので、大丈夫です。私もですね、 実際に発行できましたし、えー、セゾンのクレジットカード作ると基本的にあの電話がかかってくるんですよね。あの確認の電話が。それも普通に住所と名前、電話番号ぐらいの確認で済みましたんで、あのそこはね、ご安心していただけたらなと思います。えー、今回はね、簡単ではあるんですけども、えー、2019年10月現在。 フラエティパスを無料で1年間維持する方法を紹介させていただきましたえこの動画が役に立った方はい,いねチャンネル登録ぜひお願いいたしますそれではね、また次の動画でお会いいたしましょうバイバイ